まり始まり。
僕これおやつだよ。お茶漬けやん。おやつだよ。ご飯の中でどうやって食べるの？そのまま食べるよ。お茶の中でふやかして食べるんだ。おやつ。おやつ。おやつ。まずそう。ルールだよね。おやつ。食べ物だからさ。全部ご飯系じゃない？僕はちゃんとお菓子だよ。食べれないで。じゃあ次ひめちゃん行ってみようか。ヘタも持ってきたんじゃないの？そのあ、なんで？あ、ストロベリーマシュマロ。食べかけてないそれ。食べてたの？うん、ちょっと食べちゃった。それも美味しいね。マシュマロ美味しいね。うん、はい、お菓子だお菓子だ。え、奥は？にゃー。え、おもちゃじゃないこれ？これあの韓国のゼリー。でなんかブチュって出て。ゼリーなの？そうやつだからオッケーだね。イエーイ。ポポ君は？どうしたの？いや食べられるものだったらいいやろ。おやつだったらね。おやつ。うん。これおやつ。これはクリームシチューの素ですね。これどうやって食べるの？そのまま。そのまま食べるんだ、ね、これさ、なんか先生も分けてあげるからね。いやいやいや、これさ、あの、あれあの、シチューのさ、具は入ってない。具なしなんだね。先生も姫ちゃんも奥もみんなでシチュー食べようね、後でこれさ、お水とか牛乳なかったらダメだろうね。そのまま食べたらいいよ、ね、シチュー食べてる、初めてだ、こんなシチュー、ね、食べ物、食べ物だからまだある、まだ持ってきてる。まだある。ひめちゃん見せて。はい。じゃーん、ピンのミルク。あ、いいね、それ美味しいね。うん、冷やしだよ。はい、これはオッケーですね。じゃーん。ピンのミルクですね。大人だね。美味しい、美味しいよね。はい、次パパオくん。でもちなみに、みんなゲーム機とかおもちゃとか持ってきてないよね。うん。そんなの持ってきてたら募集です。どうしたのパパ？絶対持ってんじゃん。出してみなさい、そのカバンの中から。何その顔は。はい、またなんか持ってきた。もう買わないですか？あります。何があるの？これ、あの地震とか来たらさ、瓦礫とか落ちてくるからさ。なんでヘルメットだよ。これさ、あれ、あの、これさ、あのなんかカラカラ言ってるね。そう、ポロポロ落ちちゃってさ、あれ入っちゃったの。じゃあみんなもこの飴食べるんだよ、今の。大丈夫？ちょうど4つあるし。ヘルメット、パパパ、くせえなこれ。食べてるこれ。ほら、いただきます。いいね。あ、いいね。ほら、いいね。パパ抑えくるね。なんか、パパこう鼻血出てる。あ、汚れちゃってるね。抑えくんで。山の天気はね、変わりやすいからね。これいいね。そうですね、これはね、オッケーとしましょう。重たかったでしょ、でもね。よく入るな、このバッグの中に、ね、でかいのよ。まあ、防災グッズでね、ちゃんとおやつまで持ってきて、奥偉いですね。なんかパパオくんの表情がおくらい変わってます。どうしたんでしょうね。あ、お菓子だよ。お菓子？うん、見せてもらいなさい。ほら、じゃーん、パッパチーパス。大丈夫ですね。美味しそう、でかいね。でかいよ、これね。先生と一緒に食べようと思って持ってきたの。あー、優しいの、先生。先生来て来て、もう早速食べよう。先生一番でいいの？いいの？先生まず一番に食べてほしいの。本当？来て来て来て。パ
パオくんはもっと優しいですね。そっか。本当に嬉しいですね。いい生徒たちに恵まれて本当に先生は幸せです。本当。ね。先生ポテチ好きでしょ。大好き。ね。で僕ね。ね。これね先生に食べて欲しかったのね。すごく嬉しいですね。じゃあ先生食べて、ね。楽しみですね。先生の。おれ。みんな、わかったかな？それでは皆さん、ごきげんよう。